この時期の風物詩となっているほおずき市が港区の愛宕神社で今日から始まっています。今のにぎわいの様子をお伝えします。村上さん。出世の石段と呼ばれるこの急な86段の石段を登った先に愛宕神社があります。こんばんは。この愛宕神社は1603年慶長8年に徳川家康の命によって江戸の防火そして防災の守り神として建立されました。400年以上の歴史のある神社なんです。今日と明日の2日間はほおずき市が行われるということで、もうねたくさんの方やってきているんですよ。まあ、ほおずきを買う前にまず本殿でお参りをねしようという方がこうやって行列を作っているわけなんです。今日は気温が30度を超えて真夏日になりました。ですので先ほどの石段を登る時も額の汗をこうやって拭ったりヘトヘトになったりする方もいらっしゃったんですが、本殿の横に待っているこのほおずきを見たら疲れも吹っ飛んだんじゃないでしょうかね。こちらでは2日間で2000鉢のほおずきが用意されているということなんです。こうやってほおずきを見ると夏を感じるなと思うんですが、ちょっとね見ていただきたいんですよ。ほらほおずきのまだね白いお花見えますかね。この花もありますし、ほおずきの実を見ても緑なんですよね。ちょっと珍しいなという印象を受けます。さてこのほおずき市というのは浅草寺のほおずき市、想像される方多いと思うんですが、実は発祥はこのね愛宕神社なんですよ。愛宕神社の境内に自生していたほおずきを江戸の頃に病気になっていた子供そして女性が煎じて飲んだところ病気が治ったということで縁起物としてとても人気になって市が立つようになりました。そのにぎわいというのは実はですね江戸時代に出版された年中行事をまとめた東都歳時記というものにも記されるほどだったということなんです。さあここからは愛宕神社の松岡理恵さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。松岡さん、ほおずき市の発祥ここ愛宕神社だったんですね。はい、こちらはほおずき市は千日参りと言いまして、この両日お参りいただきますと千日分のご利益をいただけるというとてもありがたいご縁日になっております。江戸の人たちもやっぱり楽しみにしてたんでしょうかね。当時は武家の方だけしかお登りいただけませんでしたので、このお祭りの時だけは市の皆様に開放されてとてもにぎわっていたようです。そうなんですね。この愛宕神社のほおずき市の特徴ってどんなところにあるんですか。お祓いをいたしましたほおずきを神社の方でお分けをしておりまして、でまたお受けになりました皆様は特別に御社殿の中へお住みいただいて お祓いを受けていただけるというなっております。じゃあほおずきを買うと本殿の中でお参りしていただけるとかなりご利益ありそうですね。ここでお祓いを受けいただいて名護市の祓いとしてこの後半半年を皆さん無病息災でお過ごしいただけるようにということでございます。そうなんですね。ただこのほおずき私ちょっと見てびっくりしたんですけれども、緑のものがまだありますよね。これどうしてなんですか。まだ時期が早いですので実自体も青いですし、逆に白いお花を楽しんでいただいて青い実からそれが赤くなっていく過程を楽しんでいただけるというふうになっております。そういうほおずきのすべてをこう、楽しめるような感じがするんですね。実際来ているお客さん、今年の、お客さんのにぎわいっていかがですか。今年は金曜日ですのでお出かけが遅いかなと思ったんですけれども、かなり早い時間からたくさんお参りいただいております。皆さん本当にご利益があるといいですね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ愛宕神社のほおずき市は明日まで行われています。江戸から続く伝統そして風情を感じることができる行事です。皆さんもぜひ足を運んでみてください。今日のイブニングライブは愛宕神社で行われているほおずき市からお伝えしました。